第33回天領杯優勝戦1号艇の貝原優希選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ04のスタートで逃げて1着、計6勝を挙げて勝ち上がってこられました。はい、今節の足の仕上がりはいかがでしたか？そうですね、まあ、序盤から良かったですけど、途中まあ崩したりして、まあ、あんまり安定してないなと思ったんですけど、はい、まあ、ここに来て結構安定してきてると思ってます。はい、この5日目準優日は気温の方も急激に下がったりしたんですが、この準優勝戦ではその対応もしっかりできた感じですか？そうですね、昨日の後半から良かったんで、もうそのまま何もしてないです。はいはい、特にそんな慌てた様子もなく準優勝戦臨まれてましたもんね。まあ、はい、そうですね。はい、では優勝戦向けても大きくは変えず、この調整でレースに集中と。そうですね、もうこれでいきます。はい、はい、今回は実績機を手にしての戦いでしたけれども、お気持ちとしてはいかがでしたか？最近悪かったんで、勉強させてもらうつもりでこのエンジンこう節感やってきました。はい、はい、いつもこの地元戦でいいきっかけを作って次のステップへということになってくるわけですが、そうですね、まさにこのお盆レースがそうなりそうですね。はい、そうですね。はい、はい、スタート感の方は早いスタートありますが、いかがでしょうか？油断できないところだと思うんで、しっかり集中して、はい、レース感はつかみたいですね。はい、はい、分かりました。今季はこれが4回目の輸出、今年は8回目の輸出で4回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、チャンス回ってきたんで、しっかりものにしたいと思います。応援してください。